僕の考える押さえておきたい基礎知識。バイトの A 君です。よろしくお願いいたします。今回はですね、僕のチャンネルの新シリーズとして、僕が選ぶそのレースで押さえておきたい基礎知識ということを話していく動画になっています。まあ、各競馬のレースにはいわゆる枠順の特徴や血統の傾向みたいなものが、まあ、レースごとにあったりするわけですけれど、それを僕が独自に選んで伝えていくというものになっています。はい。で、まあ、そのレースの前提となっている基礎知識ということがテーマになってきますけれど、この動画ではネットにありふれてるような、ただ有馬記念は外枠が不利だとか、ステイゴールド3区が有利だとか、ネットで検索すればすぐに出てくるような知識を伝えるつもりは一切ございません。もう僕が選んだ、僕がカバーするそのレースの基礎知識ということにしますので、もうぜひ基本の知識なんていらねえよって思ってる競馬歴の長い皆様にも見ていただければなと思っています。では早速参りましょう。さあ、ではここから中身に入っていきます。で、まず1個目に取り上げたい有馬記念の基礎知識は枠順についてです。枠順はい、まあ、さっきね、有馬記念は外枠が不利だとか、そんなどこにでも載ってるような基礎知識は紹介しないと話した手前、少し恥ずかしいんですけれど、有馬記念は外枠が不利だということについてちょっと言及取り上げていきたいなと思っています。で、有馬記念というレースはもう圧倒的に外枠が不利だということになっています。まあ、近年だと枠順抽選会でオーナーの佐々木さんがシュバルグランで外枠を引き当てて崩れ落ちるみたいなシーンが有名ですけれど、それはもうまさに外枠は不利だからですよね。まあ、その枠順抽選会でもこぞってみんなが内枠を引きたがりますし、まあ、海老名ジョッキーが外枠でネタになってることからも、まあ、皆さんそれは結構認識してることかと思います。はい。でもですよ、じゃあ外枠が全く来ないかっていうと、それはそうでもないわけですよね。まあ、その例の佐々木さんもそのシュバルグランでしっかり馬券になっていましたし、僕が競馬を始めたきっかけのダイワスカーレットも外枠でしっかり勝利をしておりました。なので外枠は不利だということは受け止めながらも、何も頭ごなしに全てを軽視してはいけないわけです。そこで僕が有馬の外枠の基礎知識として皆様にお届けしたいのがこちらになるんです。有馬記念で馬券になれた2桁馬番の馬は外国人ジョッキーか逃げるか後方ポツンで綺麗に決まるか、このどれかになっているということなんです。はい。まあ、金量が今の金量になった2001年からの2桁馬番で馬券になれた馬というのをこちらに全て記してみました。はい。この19年間で14頭いたわけですけれど、その詳細を見てみると、2005年のノリさん林間を除いては全てこの3パターンに当てはまっているということなんです。2003年馬番12のシンボリクリスエスペリエジョッキー、2005年馬番10番ハーツクライルメールジョッキー、2008年馬番13ダイワスカーレット逃げる、2着14番アドマイアモナーク後方ポツン、2010年トゥザグローリーウィリアムズ、2012年ゴールドシップ後方ポツン、2013年ゴールドシップライアンムーア、2015年キタサンブラック逃げる、2016年サトノダイヤモンドルメールジョッキー、2017年レイディオロシュバルグラン外国人ジョッキー、2019年サートルナリアスミオンジョッキーということで、まあ、1頭を除いては全て2桁馬番で馬券になれた馬っていうのはこの3パターンのどれかであったということなんです。まあ、やっぱり外枠で馬券になれたのはもうこの14頭だけで、残りの43頭はもう全て1桁馬番の馬だったということを考えると、確かに外枠は不利だというふうに思っています。中山2500っていうのは本当にトリッキーなコースで、もう外を回されていたんでは勝負にならないと、最後の一伸びで届かなくなってしまうということだと思うんです。でも、まあ、言ったらそれが、まあ、外枠であることの大きな足かせになるわけなので、それを打開するために逃げて内を通るか、後方ポツンで内を通るか、もしくは外国人ジョッキーの上騎乗にかけるかと、このどれかをすればその不利が消えてなくなるということだと思うんですよね。ということなので、まあ確かにこの結果を見ると外枠は不利です。馬券になっている数も圧倒的に少ないです。でもじゃあ全くなっていないかっていうと、そうではない。内を通ってこれその条件に当てはまってる馬っていうのは軽視してはいけないんではないかというのが、まあ有馬記念の枠順の本質だと僕は思っていますので、このことを有馬記念の基礎知識として、お伝えしてみたいなと思っています。まあ、唯一の例外として挙げたハーツクライの年のリンカーンなんですけれど、ぜひ映像を見てみてください。この馬も、外枠で最初は外を回されているんですけれど、ホームスタンド前を通った後にカメラが切り替わったら、なぜかリンカーン、内を走っているんですよね。ノリさんが上騎乗で内に入れていたんですよ。なので、やっぱりこの内を通れるか、内を救えるかっていうのが、もうとにかく外枠ならば大切だということだと思うんですよね。
はい。ということなので、まあ、もう一回話を整理してお伝えしますと、僕は今回枠順の基礎知識としてお伝えしたいのが、確かに外枠は不利だと。でも外枠でも、内を通れそうな条件ならば、それは軽視してはいけないんではないかと。具体的には、外国人ジョッキーであること、逃げ馬であること、後方没を決めてきそうであるということ。まあ、こういったものなんかが、まあ、例えばの例ですけれど、内を通れる要素になるわけなので、外枠でも割引は慎重になった方がいいんではないかということです。外枠は不利だから無条件に消しという基礎知識に僕なりの基礎知識を加えてお届けいたします。さあ続きまして僕が紹介したい有馬記念の基礎知識は、穴を狙うならば日経賞馬券内組というものです。はい、まあ、どのレースでもね、穴馬はどうやったら当てられるのかということを常に考えていまして、この有馬記念でも本当に長年考えてきたんですけれど、今の段階での僕の答えっていうのが、同年の日経賞で馬券になった馬を狙おうというものなんです。はい。まずですね、中山2500っていうのはもう本当に特殊なコースでして、すごく適性がものを言うコースだと思うんですよね。例えばですね、ちょっとこんなものを紹介してみたいなと思うんですけれど、こちらはですね、3歳時に有馬記念で3着以内に入った馬の次回の有馬記念での成績を出してみたものなんですけれど、ご覧のように3歳時に馬券になった馬っていうのはもうほとんどがその後有馬記念に出てこればほぼ馬券内に入れるということになっているんですよね。はい、ビクトワールピサとサトノダイヤモンドだけかな、馬券になれなかったのは、あとは馬券に慣れてるということになっています。でこれっていうのは3歳まで金量の得を生かして馬券になれたのかなと思いきや、金量が増えても馬券になれてるということですから、このレースは金量よりも適性の方が大事で、それを優先すべきだということを表していると思うんですよね。はい。でその上で、じゃあ中山2500の適性の高さはどこに見出せばいいのかと、どういうパフォーマンスをしていれば中山2500の適性が高いということになるんだろうかということを考えた結果、まあ非常にシンプルですよね。同年の日経賞で馬券になれた馬というのをそのまま信頼すればいいんではないのという結論に至ったわけです。はい。まあ、同じ舞台で、まあ時期的にも割と近いですから、適性の高さはここで洗い出せるのではないかというふうに思っています。はい。で、まあ確かに、歴代穴を開けてきた馬たちを眺めてみると、例えばタップダンスシティとか、コイントスとか、アドマイアモナークとか、もうこれでしか拾えないだろうみたいな、そんな馬たちになってるんですよね。もうここにしかヒントが転がってないだろうみたいな、まあ、そういう風に思えるような穴馬のこちらの並びになってるんですよね。はい。なので、もう穴を狙うならば、日経賞組というのが、もう本質なような気がしていて、それが有馬の基礎知識としてあってもいいんではないかなって僕は思っています。で、ちなみにですね、僕同年の日経賞で馬券になれた馬となってるのが結構美味しくって、まあ、穴馬を打ち抜く方法ということで話をしてきてますけれど、ジャパンカップも馬券に慣れていない、天皇賞も馬券に慣れていない、でも日経賞では馬券に慣れていますという馬っていうのは人気がそんなに上がらないんですよね。まあ、当然ファンの目先っていうのは前走のジャパンカップとか前々走の天皇賞秋でそこでいいパフォーマンスをしていた馬の方に当然行っちゃいますから、そっちに人気は集中するんですよね。でも有馬記念っていうのは、まあ、もちろんそういうところで活躍した馬っていうのも、まあ、当然馬券になりますけれども、ジャパンカップ天皇賞で馬券になれていなくても日経賞で馬券になっていれば、まあ、こうやって馬券になれてるっぽいわけなので、こっちを狙ってみても長い目で見た時にしっかり回収できるということなんです。はい。まあ、人気がなくてでも馬券になれる目処は立っていて、そして1回の爆発力がとても大きいということなんです。はい。で、まあ、一応ですね、まあ、こんだけ強く言うからには、しっかり検証もしておきまして、はい。こちらがですね、金量が変わった2001年から、その秋天皇賞で馬券になった馬の副賞を100円ずつ買い続けた場合と、ジャパンカップで馬券になった馬の副賞を100円ずつ買い続けた場合、その年の年始め、日経賞で馬券になった馬の副賞を買い続けた場合を、それぞれ比較して出してみました。そうすると、この3パターンでは、日経賞だけが唯一プラス収支になっていまして、もうどころか破格の回収率になっているんですよね。その秋天皇賞で馬券になった馬を買い続けると、払い戻し額が1040円になるんですけれど、その秋天皇賞で馬券になった馬っていうのは、全部で19といましたから、まあ、1900円馬券を買ったことになりますよね。で、そうすると、1900円馬券を買ったのに対して、1040円しか返ってこなかったわけなので、もうこれは大赤字ということになっていたわけです。
ジャパンカップも同じですね。その秋ジャパンカップで馬券になった馬の副賞を買い続けていると1540円払い戻しがあったんですけど、その該当馬は32頭いまして、3200円投資をすることになりますから、もう圧倒的なマイナスということになっていたんですよね。はい。でところがですよ、ジャパンカップも天皇賞でも馬券になっていない日経賞馬券ない馬を副賞で買い続けると払い戻し額が6220円になりまして、投資額が1400円になりますから、もう圧倒的なプラスということになっていたんですよね。はい、いかがでしょうか。はい。で、まあ、一応ですね、この2011年のテザグローリー、この馬はですね、まあ、一応日経賞馬券内馬になるんですけれど、この年の日経賞は中山開催ではなくて阪神開催だったわけなので、まあ、これはちょっと日経賞組ということでカウントするのはちょっとおかしいかなと思いましたので、これに関しては、まあ、カウントはしておりません。はい。で、あとはですね、まあ、天皇賞とジャパンカップみたいにどちらも馬券に慣れてる馬っていうのも、まあ、例えばエイシンフラッシュとかブエナビスタとか北サンブラックみたいに中には存在しているんですけれど、こちらの馬たちはもうそれぞれ天皇賞の方でもジャパンカップの方でもカウントをしております。はい。で、ただジャパンカップと日経賞とか天皇賞と日経賞みたいな、この相反する2つの組み合わせで両方で馬券になってる馬っていうのは、もうこれはもうどちらにもカウントをしておりません。はい。サウンズオブアースとか、ルーラーシップとかですね。はい。ということだけ付け加えておきたいと思います。はい。ということなので、もう実際の事実ベースでもジャパンカップで馬券になった馬よりも天皇賞で馬券になった馬よりも、まあ、もちろん馬券になった数としては少ないんだけれど、長い目で見た時の回収率は断然高くって、これはつまり穴馬を狙う時の基礎知識というふうに考えることができるんではないかと思っているんです。はい。はい。ということで、いかがでしょうか。ね。いや、これすごくないですか。もうこれ本当に僕は本質だと思っていて、中山2500ってもう本当にトリッキーで本当に特殊で、もう競馬をこの20年でやってる人ならわかりますよね。いかにこのコースは適性が大事かということを。で、あるならば、こっから先の20年も多分同じように日経賞で馬券になった馬が、まあ、忘れた頃に穴を開けるみたいなことがありますよね。そういう適性がものを言うレースなんで。なんかまた2040年の動画とかで日経賞組を買ってれば回収率がこんぐらい上がってましたよみたいなことなんか喋ってる気がします。めっちゃ適性がものを言うレースなんで、なんかもうこうなっちゃうと思うんですよ。これ多分僕ここ20年変わんないと思います。なんか逆らえないと思うんですよ。同じように日経賞で馬券になった馬が馬券になっていくと思います。はい。ということで、ちょっとごめんなさい。ちょっと自分の意見をバンバン出しちゃったんですけれど、まあ、一応ね、こういう事実はしっかりありますので、それを有馬の基礎知識としてお伝えしておきたいなと思っております。はい。で、ちなみにですね、まあ、こういった馬券の買い方で実際 100% 以上の収支になっていくと、これから先もそれを維持していくんではないかと思えるデータについては、僕のホームページの方でコラムとして販売しておりまして、今週はですね、デムーロジョッキーが久しぶりにね、結構いい馬に乗っておりまして、買いたいなと思っている方も結構多いと思いますので、デムーロジョッキーの 100% 収支になっていく買い方というものを紹介したコラムを公開しております。ぜひですね、また年明けからは非公開にしてしまいますので、年内最後のこのタイミングで、買って貯めておいていただければなと思っております。はい。ということで今回は僕の考える有馬記念における基礎知識というテーマで、枠順の基礎知識と、それから穴馬を見抜く基礎知識というものを紹介してみました。ぜひ参考にしてみてください。はい。ということで、どうでしたかね、このレースにおける基礎知識というテーマをこういうスタイルでお届けするっていうのは。ね。まあ、本当はもっと落ち着いて、しっかり言葉を届けるつもりだったんですけれど、まあ、途中でちょっと僕の方が、熱く興奮しちゃって、その内容に熱を帯びていたかもわからないんですけれど、一応これからのこのシリーズの動画は、まあ、ちょっと落ち着いて、静かに基礎知識を伝えていくテイストで、お送りしていきたいなと思っておりますので、いつもうるさいなと思ってる方はですね、まあ、こちらのシリーズの動画にも積極的に遊びに来ていただきたいなと思っております。てか、どうでしたかね、このテイストの動画は。そもそも、まあ、好評であればね、これからも、そして来年春からもね、このシリーズの動画を続けていきたいなと思っているんですけれど、はい、ぜひですね、このテイストの動画が面白いと、続けてほしいなと思った方は、コメント欄に、そして高評価で教えていただきたいなと思っております。はい、よろしくお願いいたします。はい。ということで、今回も最後の本当にご視聴ありがとうございました。では、次回また明日ですね。また明日も非常に面白い動画をご用意しておりますので、ぜひ明日も遊びに来ていただきたいなと思っております。ということで、また明日の動画でお会いいたしましょう。失礼いたします。
はい、すいません。